コラボ弁護団の中川拓弁護士から訴えられるかもしれません。もうおしまいです。誰か助けてください。レイヤが中川弁護士から訴えられるかもしれないという話については動画の後半で紹介します。まずは中川弁護士がなぜか X のアカウントを削除した件について紹介します。昨日12月7日、セブンナイツが誇る記載、中川弁護士が突然 X のアカウントを削除しました。昨日は暇なく空白チャンネルで中川弁護士に関する動画のプレミア公開が予約投稿されていたため、もしかしたらその動画の内容があまりにもクリティカルなので思わずアカウントを削除したのかなと私は思っていました。暇空茜様のツイートから引用します。たっちゃーん、たっちゃん、動画の1時間前に消えるとかひどいな。弱いやつほどダメージが通ってるやつほどよく吠える。わかりやすいね。こんなに元気だったのにどうして。中川弁護士の X のアカウントがまだ健在だった頃、こんなツイートをされていました。どうしたんだ、たっちゃん。いきなり大声出して。こんなに元気にツイートしていたのに、急に赤消しして逃亡するなんて、人間というものはわからないものです。いや、中川弁護士を例に出して、人間全体を語ったら、人間全体からお叱りを受けるでしょうか。実写モードの中川弁護士が喋る姿を、私は映像で見ているのですが、あの人がこのツイートしてるかと思うと、さすがに草生える。そして、中川弁護士の赤消し後に、暇空茜様も呆然、こんなツイートをされました。はぁ、あったくちゃんが、赤消したー。いよ、ボン、ボンボンボン。は、いよ、いよ、ボンボンボボン。なんやこれ一体。頭おかしなるで、まるで現代アートのような、バトルです。わびさびを感じる、プラスイクイクヤクザ店、中川弁護士という記載が、赤消ししたというのは、悲しい知らせでした。しかし、たくちゃんが消えた後も、私たちの日常は続きます。たくちゃんのことは忘れて、これからも忙しい日常に立ち向かっていきましょう。と思っていたら、赤消しから数時間後、中川弁護士のアカウントが、復活しました。なんやねんそれ、かまってちゃんムーブやめろや。まあどうせそんなことだろうなとは思っていましたが、そして復帰後、中川弁護士は、こんなツイートをされていました。今後のカンパ募集について、お世話になっております。しばし、考え事が必要になりまして、一時的にアカウントを削除しておりました。さて、今後のことについてですが、当職は、昨年末より、誹謗中傷や著作権侵害などで、膨大な被害を受けているため、これらについて法的措置を開始する予定です。しかしながら、それら数々の措置を取るためには、準備費用が不可欠になります。そのため、近日中に、上記の件についてカンパを募りたいと考えております。詳細については、また改めてノート記事にしたいと考えております。どうぞご理解、ご協力のほどいただければ幸いです。弁護士アンバサダー横と中川拓。著作権侵害、そもそも中川弁護士って、著作物を投稿されていましたっけ？もしかしてアイコンの使用とかで、訴えるつもりですか？あるいは非公開の書面とかを、公開している人を、訴えるのでしょうか？誹謗中傷に関しては、いわゆるフォークラと呼ばれる人の一部が、中川弁護士に対して、結構際どい発言をしているのは事実です。悪質な誹謗中傷を訴えるのは、良いのではないでしょうか？ただフォークラはリーガルラインに気をつけた投稿をしているので、裁判で勝つのはだいぶ難しいと思いますが、頑張ってください。あれ？でも昨年末から膨大な被害を受けているとおっしゃっています。昨年末というとリーガルハラスメント会見の後から被害を受けているということでしょうか。ということはもしかしたらレイヤも訴える対象に入っている可能性がありますよ。これ中川弁護士すいません、許してください。何でもしますから。もし裁判になったらあのレベルの書面が出てくるということでしょうか。楽しみです。別の弁護士が代理人につけば、残念ながら中川弁護士の書面は見ることができませんが、中川弁護士もし私を訴える場合はできれば本人訴訟で臨んでいただけると大変ありがたいです。もしくはカンパラ先生でもか、時点で太田恵子弁護士、兄弟もし1位の生間雄星弁護士でも OK です。いやー、どんな書面が出てくるのか楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。